はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはエゾシカ体操の広山千鶴さんです。広山千鶴です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はユニークなエゾシカ体操というのを教えていただくわけなんですけど、はい、この後たっぷりご紹介しますけれども、はい、エゾシカ体操以外にも実はたくさんされてるんですもんね。そうですね、うん、エゾシカ体操以外にはテント予防体操だとか、テント予防体操、はい、はい、それと、白石の元気体操。白石くんのってことですか。そうです、はい、札幌市白石区の白石元気体操、はい、そうです、はい、それとあとは、地域の体操で相撲体操。相撲体操、はい、四股踏んだりするのかな。家庭の中でもできるように四股を踏んで、足腰強化のための体操もたくさん作ってます。そうなんです、ご家庭でもできるように、はい、このあたりが本当ポイントになってくると思いますが、はい、じゃあそのあたりも含めて今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃーん、じゃーん。食も健康も芸術も機械体操の選手でした。健脳の極意はかきくけこ。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。お願いします。はい、はじめに、まあ、一つ目に、はい、エゾシカ体操をね、伺っていきたいんですけれども、はい、食も健康も芸術もというキーワードにさせていただきました。はい、じゃあエゾシカ体操の、そうですね、魅力とかそもそも話もちょっと教えていただいていいですか。そうですね、はい、まあ、エゾシカは今すごくもう普及っていうか繁殖してきているので、うん、はい、そのエゾシカが農業被害をしたり、問題になってますよね。そうですよね。被害が出て農作物だとか、はい、そういうものをどん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 被害してるんですね。うん、でやっぱりその駆除した後の、うん、お肉の活用だとか、はい、鹿の角の活用をどうしたらいいかということで、はい、皆さんがそれぞれの分野の人が集まって、うん、今その活用方法を、うん、確認しているところです。なるほど。そして普及してます。バックナンバーでですね、エゾシカの角をね、はいはいはい、子どもたちに一緒にキーホルダー作ったりとか、はいはいはい、そういう先生が出てたり、はい、あとエゾシカの皮を、はい、縄文太鼓に貼ってね、はい、そういうふうに使いましょうか、はい、トモロボウシンさんとかね、はい、そんなような方とかいろいろ出ましたけれども、はい、まだまだ途上というか、もっともっと利用できるよねっていうような今段階なんですよね。そうですね、はい、まあ、これからなので、うん、これから皆さんにこう知ってもらうためのスタートのラインに立たせていただいたんですね。はいはい、だいぶなんかレストランレベルではエゾシカをいただく機会も増えてきたかなと思うんですけどね。はい、でもお家の中ではまだなかなか普及はしてないですね。そうね、お家ではまだ食べないかな。お店にもあまり、出てないので。そうね、そんなに並んでないですね。そうですね、出かけることないですね、うん、決まったところしかないので、まあ、これからだと思います。うん、はい、エゾシカでも何だろう、食べるようにね、上手に打つとか、なんかそういうのも大変だって聞きました。そうですね、うん、ハンターさんがやっぱり打ち止めのところはここに当てなきゃ一発いかないそうなので、うん、それでないとこう回って、はい、で、こう強めが良くないってことで、はい、その処理のするのが大変みたいですね。うん、それとハンターさんがだんだん高齢化になってきてるということで、はいはい、うん、それで若いハンターさんを今育成してるっていう状態なので、うん、繁殖と育成と、うん、食を食べることを普及することでいっぺんになってるので、はい、今もう大変な状態のようです。うん、はい、いや、なんで体操の話がそんなって思われるかもしれませんが、うん、そんなわけでエゾシカ体操をするようになってから、はい、ますますこの食やら、はい、お肉食べる方やらの健康もそうなんだけれども、ね、はい、芸術、これ例えば音楽と一緒にやったり、そうです、はい、うん、音楽も聴きながら心豊かにしていって、はい、美味しいものをいただきながら、うん、そして体づくりをしましょうというコンセプトです。はい、なので私こういうふうにね、いろんな方が関わるということは、うん、入り口がたくさんあるというか、食から入ってくる人もいるでしょうし、はい、エゾシカのことね、はい、そうですね、だからその芸術の方から、うん、入ってくる人もいるでしょうし、また広山さんは当然健康からっていうことなんですけど、はいはい、どこから入ってもいいから、何かそのエゾシカのことをいろいろ考えてっていう部分で、はい、大変ユニークな取り組みだなと思って今日はね、来ていただいたわけなんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ早速エゾシカ、広山さんの場合はこの体操で
運動習慣に関わっていくわけですもんね。そうです。体操を、まあ、普及して、うん、皆さん子どもから高齢者の人たちまで、はい、みんながその歯科のことを知ってもらうためには、はい、体を動かして体操したのが一番皆さんいいんじゃないかということで振り付けをしました。はい、じゃあですね、早速そのエゾシカ体操をご覧いただきたいと思います。どうぞどうぞ。はい、ということでここからはですね、シカ体操を教えていただきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではシカはメスとオスがいますので、うん、はい、福地さんメスジカで、メスジカはこうで、はい、はい、でオスジカ私やります。角が生えてますので、はい、こういう状態でいきますので、はい、いいですか。はい、行きます。はい、鹿は、うん、山から下、町の方に降りてきますので、うん、この状態で歩いて降りてきます。トン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 、トントン、オス鹿が歩いてきました、はい、で町の中に入ってきたら、はい、ゆっくり様子を伺いながら畑を耕や、いたずらしたり、いたずらしたり、はい、反対にも行ったりして、木の皮を嗅いだり、はい、またあっち見て悪さをする、はい、こっちを見て悪さをする。それをハンターが見て鉄砲で撃ちます、うん、鉄砲で撃ちます。はい、戻して撃ちます。撃ったら鹿は死んだので、ワク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 、うん、また反対の方の鹿も撃ちましょう。ドン、戻したらワクワク、2回繰り返しましょう、うん、はい、撃って鉄砲で撃って、ワク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 、はい、撃って撃って、はい、ワク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 、また山から鹿が降りてきますので、歩いて様子を見ながらポンと踏み込んで、あっち見てこっち見て様子、はいはい、また反対の方見てポンと飛んで様子を伺います。もう一回行きましょう、はい、1、2、ポンと飛んでゆっくり見ます。はい、最後は照明を見て、はい、山に帰ってハッピーになりました。山に帰ってね、こんな感じですね。エゾシカ体操です。オスジカです。メスジカです。さあ歩いていきましょう。1、2、3、4、5、6、さあ移動しましょう。歩いてと、耕やす、トン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 、木の皮を剥いでます。畑を食べ、畑を丸さしてます。あ、ダメ、鉄砲立ちましょう。バンバン、ワクワク、鉄砲鉄砲、ワクワク、3匹を狙いました。ワクワク、もう一回鉄砲、がまた降りてきました。様子を見ましょう。ゆっくり様子を見ましょう。様子を見ましょう。正面に戻って、さあ山に帰って、ハッピーです。はい、ありがとうございました。はい、ということでぜひご家庭でもやってみていただきたいと思います。物語があるところがいいですね。はい、そうですね、はい、あの一つ一つの振り付けにきちんとストーリーがあります。うん、覚えやすいし、はい、なりきってできるし、メスジカとオスジカで、そうそうそう、なりきってやってみてください。はい、はい、ではですね、そもそもなんでそういうふうにいろんな体操を考える広山さんになったのかというあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。はいはい、2つ目こちらになります。じゃんじゃん、機械体操の選手でした。はい、ということで広山さんご出身は札幌です。はい、札幌ご出身でございます。はい、何年生まれって聞いてもいいですか。これはどんな、年生まれ言うんですね。言ってない。はい、1948年10月3日、はい、団塊の前で、はい、67歳でした。見えない、全然見えない。ありがとうございます。この若さの秘訣もやっぱりね、体操なのかなっていうふうにも思うんですけれども、もともとこの機械体操の選手だったんですって。はい、でずっと札幌出身ですから、はい、札幌で勉強してたということですね。体操もね。そうですね。はい、うん、大学も保健体育科を卒業しまして、はいはい、どこ大学だったんですか。北海道女子短期大学、今北照大学って言ってますね。はい、そこの2期生で、2期生、はい、へ、もう小野先生、南部中平先生、小田先生、
先生、小田先生、有名な先生ばっかりが教授でいらしたのでそれに惹かれて、はい、小野清子先生に器械体操を習いました。はい、機械体操の選手だったんですって、はい、すごいです。なんか本当に筋金入りの、あの自分も体も動かして選手だったわけだし、あと、はい、あの学校でやってたということはその理論もそうですね、はい、あのきちんと体を動かすその裏付けがあるっていうことなので、うん、まあ、皆さんに、うん、あのよりお伝えしやすいようにできるのは、うん、そういうプロセスがあったからだと思ってます。ありがたく、ね、はい、感謝してます。素晴らしいでしょ。インターハイやら国体やらも行ってたって伺い、すごい選手だったんですって。もう若かりし頃16歳7歳の時、もう50年前、はい、半世紀前ですね。すごい、はい、でも機械体操でもあのインターハイまで出ましたけども、はい、国体に出る、盛岡だったんですね、うんうん、国体に出る前の日にですね、うん、練習中に跳馬から手を外しまして、うん、首を第五頸椎を脱臼したんです。でそれでもうそこからすぐ病院に運ばれて、はい、搬送された先では整形外科のところで、うん、手術ができないので、うん、下半身不随になる覚悟ですって言われて、うんうん、まああんまりショックはしてなかったんですけども、またあのそれで6キロの重りをぶら下げて、はい、ベッドで3ヶ月寝たきりで牽引して今の状態です。本当ですか、大怪我じゃないですか。そうですね、怪我と思えば怪我なんでしょうけどね、はい、でもちょっとずれただけだった、本当に、はい、あじゃあもう本当にそれだけの選手だったけれども、そういう怪我もしながら高校生の時に、そうですね、なんか山を乗り越えて、目的が学校の教員っていう目的がありましたので、それで、うん、あのいろんなものを資格を取って、うん、はい、教員もされてたんですか。そうですね、あの産休って言って、はい、体操の先生が産休で休んだ時に行ったり、はい、それと非常勤で行ったりっていうことでつないでたんですけども、うん、はい、どうも学校の枠が固いので、あ、ごめんなさいまあ、ご自分性格ありますから。そうですね、合う合わない、合わないです。学校の授業じゃない方がいい、ね、ない方がいいっていうことで、はい、社会体育という方に、学校体育と社会体育ってあるんですね、はい、で社会体育の方に、まあ、やりたいっていうことで社会体育の方に、そこから子育てが終わって33歳から社会体育に入って、はい、今現在に至ってます。33歳からなんかちょっと社会貢献したいみたいな、子育て手離れたぐらいから思われたのか。社会貢献というよりも、うん、好きなことだから自由にやりって、みんなにと一緒に楽しみたい、健康でいたいっていう気持ちの方が強かったような気がしますね。その時に小学生から、あ、幼稚園ですね、はい、幼稚園、小学校、中学、高校、大学、特殊教育、社会体育、7分野あるんですね。そこ全部携われるので、そういう方に私は向いてると思いましたの で、そこで、うん、あの学校体育ではなくて社会体育の分野に両足突っ込みました、はい、で社会体育って初めて聞きました。あ、そうですか、7分野あるんですよ、教育には。体育の教育には7分野ある、そういった活動をずっと長くされてきたということなので、ではそのあたりも含めて、はい、3つ目のキーワードで伺っていきたいと思います、はいはい、3つ目こちらになります。じゃんじゃん、剣能の極意はかきくけこ、はい、ということなんですが、これこの通り平山さんに言われた通り書きましたよ、ね、剣能の極意はかきくけこ、どういうことでしょう。はい、健康をなくしてしまえば全てをなくすると思うんですよね、はい、だからやっぱり健康ということは脳も働かせることがやっぱり、体も作られていくので、はい、その極めつけは、うん、かきくけこって5つあるんですけども、かきくけこ、はい、覚えるのは大変なので、はい、かきくけこと覚えたらすぐ出てくると思ったので、かきくけとつけました、はい、か感動すること、感動すること、はい、うん、き興味を持つこと、興味を持つこと、はい、く工夫すること、あ、いいですね、工夫、け、け健康、健康でいること、はい、はい、こ、こなんだと思いますか。こってなんだろう、転ばないように、あ、転ばないよ変な、そうですね、あるかもしれませんね、はい、もうもっともっと大事なことで心の部分です。あ、ときめく恋をする、うーん、そうですか、感動して興味を持って工夫して健康に気をつけ、はい、ときめく恋をする、恋は人との恋っていうよりも、
お花を見て、わあ素敵だなっていうときめき感の恋、あそういういろんなときめきをするところの恋を持つということが、うん、まあ、人に対してもそうですけども、うん、物に対しても、はい、いろんなものに対してその恋をするときめき感、ドキドキ感、それが健康な脳を保っていく極めつけ、はい、それが体も健康な、はい、維持をしていくということで、うん、楽器くけこと名付けました。うん、そうなんですって、はい、これ心じゃないんだ、恋なんですね。恋なんです。素敵です。そうなんですか、はい、こういった楽器くけこっていうようなことを言いながら今地域に普及されているんですよね。そうですね、うん、北海道174市町村あったうちも60市町村全部回りましたね。でまだ回りきれてないので、まあ、これからは少しずつ、はいはい、求められるところに行って普及していきたいなと思ってます。はい、うん、心も、うん、体も、うんうん、心と体が喜ぶ体操と思ってます。はい、あそうなんですね。はい、あの私さっきオープニングでね、はい、あの大変失礼な年齢のこと聞いちゃいましたけれども、まあ本当にそういうふうに見えないお若いですけれども、ね、段階真っ只中ということで、そういった部分でもいろいろお感じになることが多いそうですね。そうですね、今私はまさにもう段階の真っ只中なので、うんうん、この年代がですね65歳を超えた年代は全国で3000万人超えたんですよ。はいはい、ですから、うん、前期高齢者後期高齢者って分けると、うん、65歳以上の人が前期高齢者、75歳以上の人が後期高齢者、はい、でここ何年後には前期高齢者は後期高齢者を上回る年代なんですね。うん、はい、だからその方たちがお元気でいないと、うん、やっぱり家庭にも負担かかるし、うん、はい、まず一番大変なのは国の医療費に負担がかかっていくので、はい、そこの部分で我々が元気になっていくためには、はい、食べることも健康でいることも、うん、はい、そして五感を働かせられるような芸術にも触れて心豊かになるために、うん、はい、これからはまだまだ、うん、貢献していかなきゃいけないと思ってます。もう自分のことは自分でできる、うん、そのことが家族孝行にもなると思うんです。うんうんうん、親孝行、はい、家族孝行にもなると思いますので、うんうん、とても大事な世代だなと思ってますので、うん、一人でも多く健脳の極意を極めて、うん、はい、この極めつけをです。かきくけこで私の母なんかね、割と何でもこちょ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 家事をする、うん、まあ昔の人なんで、はいはいはい、こちょ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 こ、そうですよね、で家事をするんです、うん、でろくにその運動なんかしに言ってるわけでもないのに、うん、私なんかそれに比べても本当にもう自分の同年代と比べても体力が明らかに落ちる、はいはいはい、本当パソコンの前に座ってる、一日中座ってるんですよ私、はいはい、で荷物も多いから、はい、もう車でドアトゥードアの生活をね、まあ本当にそうですね10年20年ぐらいになると思うんですね、はいはい、明らかに同年代よりも体力がなくて、うん、下手したら私の親より自信ない、この頃平らなところでも転ぶし、広山先生のそういう、こう体操って、はい、日常生活の中でちょっとできるっていうことが ね、 そうですよね、すごく好評でですね、はい、いろいろもそういった講座もいっぱいなんですけれども、はい、やっぱり日常生活の中で動かしていくっていうことが重要なんですかね。うん、そうですね、普段の生活がおしなべて運動なんですよ。例えばテーブルを拭くってなったら、はい、縦に拭いてこう拭きますよね、はい、丸く拭きますよね、うん、これも関節、いいですね、関節動きですよね。なるほど、ガラス拭きますよね、はい、ガラス拭きますよね、肩も関節動きですよね、はい、でお雑巾を絞るときにはギューッと絞って筋肉の運動になりますよね、はい、なりますよね、はい、で干すときには、はい、ブラブラブラっとしますから、します、ね、これしますよね、するする、そうするとこれクールダウンですよね。あ、なるほど、あんな弱ったはぁーとなって深呼吸ですよね。うん、もうこれ体操ですよ。へえ。だから体操って考えないでください、ええ、日常生活のことをこまめにする、はい、毎日するっていうことがお母様のやってらっしゃることは、それが体操なんですね。家事もちゃんとやろうと思ったら体操運動になってんですね、意外とね。そうです、それ意識の持ち方ですよね。文明の利器が体を蝕んじゃう、はで、そこをちょっと気をつけてあげると、はい、うん、頑張ります。100歳まで目標。ね、お、そうですか。そうです。元気で100歳。元気で100歳まで私頑張るわっておっしゃって。頑張ります。頑張るわっておっしゃって。元気で100歳。うちの中もピカピカになるし。そうです。ピカピカです。うちの夫に見せられないなって感じ。動画1週間後にはウェブの方にもアップいたしますので、はい、エゾシカ体操もぜひ皆さんお家でご家族みんなでやってみてください。よろしくお願いします。はい。ということで今日のゲストはエゾシカ体操の広山千鶴さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。